おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にドラゴンクエスト2悪霊の神々実況プレイしていきたいと思います。今回は何をやっていくかと言いますと、月のかけらを求めてこちらの塔をね攻略していきます。だいぶ大詰めになってきましたドラゴンクエスト2。さあゴールまでね走り抜けたいところだが、なんか初めて見たヤバそうな奴らがいる。なんだこいつら、悪魔の目玉、めっちゃ悪魔の目玉感ある。そしてマミーね、うん、やるじゃねえか、強いね。お、回収の一撃。今回はこの塔を登ってサクッと月のかけら手に入れて、でその後に大会の真ん中にあるで、あ、ちょ、なんかおじさんおる。大会の真ん中にあるであろう、なんか強そうなやつ出てきた。島を攻略していくんだけど、月のかけらを手に入れてね。今回だけでこの塔の攻略が終わるかどうかが甚だ疑問。さあ、え、なんかさ、この塔めっちゃむずい、クリアすんの。あ、宝箱ある。何が入ってるんですか。不思議な木の実、あ、やったね。リンダに使っていくか。いや、カインでもよかったかな、すっげえ適当にやっちゃった今。これちなみにどこに通じてんだこれ。お、ええやん、守りの種、ええやん。守りの種はリンダしかないね、身の守り38しかないし。お、これならいけそう。サクッと倒していきたい。でもやっぱさ、首狩り族も強いね。っていうかハヤブサの剣強すぎる、ハヤブサの剣強すぎる。めちゃめちゃ使いやすいんだけど、2回攻撃超いいね。豆腐の攻撃力で2回攻撃だとさ、シンプルに2体倒せる、弱い敵だと。めちゃめちゃいいな。カインが今ロトの剣を装備してるんですけど、カインもハヤブサの剣にしたい感ある。え、ハヤブサの剣、ハヤブサの剣、どっち。お、ザオリク落としていく、落としていくじゃない、ザオリク覚えていく、落としても仕方ない。さあ、よいしょ。これこっちいけないの、グール、なんか腐った死体だの、グールだの、よくわかんなくなってきたね。なんかもう一体なかったっけ。はあ、いけないんだ、サクッと登っちゃうか。じゃあ、あ、強そう。これ大丈夫かな、これ大丈夫じゃないかもしれんな。とりあえず何、あ、よかった、普通の打撃できてくれた。ベギラマとか使われたらね、大打撃だからね。 OK。 1階にいたおじいさんの部屋にある宝箱がめっちゃ気になるんだよな。238ゴールド、守りの種、え、めっちゃいろいろ手に入るんだけど、良すぎ。カインに使ってこう、守りの種ね。お、そして守備力4上がっていく。お、来たー、倒せ、いけ、やれ豆腐、いけ、はぐれメタルに1ポイント、よし、いいぞ、よし。え、どれくらい経験値に入るのこれ。1万、すげえ、マジかよ、めっちゃもらえる。やった、力7ポイント。豆腐がやべえ、なんかムキムキになってく。あ、でも俺以外誰も、ああ、レベルが上がらないだと。はあはあ、あ、降りれるね、降りていこう早速。あ、これでさ、バピラス、ドラゴンボールに出てきそうなやつだけど、めちゃめちゃ分かった。これであの1階のおじいさんのとこまで行けるかな、行けそうじゃない、これ、これ来たでしょ、これ来たっしょ絶対。やった、月満ちてかけ、潮満ちて引く、全ては定めじゃて、ここは満月の塔、さあその宝箱を開けるがよい、それも定めじゃて。あれ、月のかけら手に入れちゃった。あれ、こんなことある、あれ、これ上に登る必要ないやつ、もしかして、マジ。いや、せっかくだからさ、ちょっと上登ろうよ。なんか月のかけらもう手に入れちゃったんだけど、1階にあるんだね、1階にあるんだ、さっくり手に入れてしまった。
なんかロトの鎧とか入ってんのかと思ったら全然違った。マジか。そしたらじゃあ、このまま進めつつ、一番上まで行ってからダンジョン攻略行こうか。さすがにさ、なんかあるでしょ。さすがに分からんけど。ガーゴイルは倒せそうだよな。カインとリンダで。どう？いける？二人で。カイン44、リンダ18、オッケー、やるね。いいね。お、誰だ？カインかな？カインレベル33、力5ポイント、ええやん。いいやん。お、ガーゴイルか宝箱、鉄かぶと。鉄かぶとは多分誰も装備できないやつ。ちょっとめんどくさくなっちゃった。ああ、やべえ、めんどくさくなって逃げようとしたらこういうことになった。しかし俺はもう一回逃げるよ。はい。お、最上階にも宝箱。祈りの指輪。やった。まあ、なんか思ったよりも簡単に来てしまった、ここまで。月のかけらがあんな一瞬で手に入ると思わなかった。トヘロス使いの、いつから発動してたんだ、トヘロス。で、ああ、だいぶ遠いところにワープしちまったぜ。あ、ついでにさ、世界樹ってどこだっけ？まあ、いっか。もういいや。もう いらんやろ。ザオリカあるし。ザオリカあればどうにかなるやろ。さあ、そしたら、どこかに、島があるんだよね。で、なんか多分、岩に囲まれてるんだよ。ここ。この岩に囲まれてるのさ、月のかけらの月の隕石で、多分、潮を満ちさせるんだよ。って、うまいこと言ったけど、どう？これ。ほら。なんか、これは多分岩が沈んでるんじゃなくて潮が満ちてるんだろうね、きっとね。月だし、まあ、どうでも。やばそう、マジでやばそう。何ここ、何これ。え、これやばくない？人間ってマグマの上歩けるん？海底火山みたいな感じなんかな、ここは。やばいよ、すんげえやばいとこに足を踏み入れてしまった。お、そして、リンダがレベル上がっていく。はぐれメタルのおかげで一気にみんなレベル1上がったね。お、HP7、MP9。リンダがやる気だ。ノリノリンダだ。ノリノリリンダで、ノリノリンダ。さあ、サクッと倒しの、いけ、ワンパンでいけ。いいやん。これがハヤブサの剣の強みよ。素晴らしいね。キレッキレだね。銅の剣、あーはー。これ下かな、潜ってこうか。いやー、なんかむずそう、このダンジョン。いいね、ハヤブサの剣、モンスターのグループを超えて攻撃できるのめちゃめちゃ頼りになる。けどリンダの火力が足りずに攻撃を許してしまった。カインの HP66 か、もっととしたらベホイミ使うか。お、何ですか？罠。え、ちょっと待って、毒受けたって書いてあった今。毒になっちゃった。よくあの一瞬で文字を読んだな。ホイミでも使っとくか。罠なんてあるんだね。罠はやめてくれ。さあ、お。なんかめっちゃ階段あるよ、下に降りる。その昔、海の底で火山が爆発して、この洞窟ができた。熱くてかなわんよ。なんかめっちゃ下に降りる階段いっぱいあったよ、今。あ、でも、あれ全部ここに通じてる？ちょっと、君たち邪魔。ああ、いやー、逃がしてくれ。あ、やべ、豆腐が寝た。どうせ戦うなら初めからみんなで戦っとけばよかった。いやー、めんどくせえ。強えぞ、こいつら。行け、イオナズンや。晩鐘一切怪人となせ、イオナズン。いいね。キレッキレだね。あはは、なんか、トラちゃんには効かなかった。トラちゃんは言わずに効かないらしい。そして、豆腐がすやすや寝とる、もう大爆睡しとる。気持ちよく寝とる、こいつ。お、宝箱。祈りの指輪。待って、めっちゃ祈りの指輪手に入るよ。
あ、こいつは倒そう。なんかめんどくさいことやられる前に。はあはあはあ。倒しの1234。どうどうどう、カイン生きてる？ギリ生きてるね。 MP もまだまだ耐えてる。祈りの指輪もあるからしばらく耐えれそう。なんかなかった今。なんだあれ、骨か。ちょっと逃がしてくれ頼む。よし、もうあかん。もうゴールドオークが逃がしてくれないということを学んだ。見つけたら必ずやろう。仕留めよう。やるしかねえ、こいつらは。こいつらやるしかねえわ。いやー、意外としぶといんだよな。リンダがあと一歩攻撃力があればいいんだけど、稲妻の杖以上のものがお店に売ってない。きたー、やれ、逃げるな。あ、逃がしてしまった。なにこれ、骨？なんだろう。クソ、はぐれメタルちゃんに逃げられてしまったよ。おほー、お、階段？上登るのか？一匹だろうと容赦せんぞ。散々な、逃がさなかったからな。俺も逃がさないぞ、お前を。地の底まで追い詰めて絶滅させてやる。よいしょ。あー、完全に迷子だよ。ちょっと待って。あの今さ、マップのさ、中でさ、マグマにさ、囲まれてさ、出歩けなくなってるお兄ちゃんいなかった今。めちゃめちゃかわいそうなんやけど、大丈夫？やばい人いたよ、今。もうマジやばい人いた。やばい人いたよ。やばくない？この人大丈夫？本当に。だが助けん。やべえ、完全に迷子だ。ここどこ？ここどこ？いやー、むずい、このマップ。この奥だろ、これ。これさ、マグマダメージ低ない？マグマダメージ低ない？なんかあの青色のバリアの床とかに比べたらさ、あとなんかあの黄色いさ、よくわからんしましまの床とかに比べたらさ、なんか歩いてる割にダメージ食らってない気がするんだけど。え、1ダメージとかじゃないこれ。よし、今逃げたかったけど逃げたらダメだって。どっかのなんか紫色のロボットに乗ってる青年も言ってたから、逃げずに戦うわ。こいつらな、素の攻撃力低いくせにな、立ち向かってくるんだよな。てか、はぐれメタルのおかげでめちゃめちゃレベル上がりやすいね。はぐれメタル出てきてくんないかな。来た、開けていく、宝箱も開けていく。罠でした。もうやだ、罠すんのやめて、マジで。さあ、階段が2個、宝箱は3つ。逃がしてくれ。よっしゃ、宝箱もう2個か。力の種、いいね。力の種はな、どうするかな。豆腐かな、やっぱりな。少しでも豆腐の火力上げよう。ボス戦になったらさ、カインはスクルとリンダはルカなんていう、その相手の防御下げてこっちの防御を上げるっていうね、役割がある横で、この勇者はロトの子孫であるはずの私は、殴るという、物理で殴るっていう、もうシンプルな攻撃しかないから、ちょ、火力を上げざるを得ない。おうおう、なんもない。あ、この右正解っぽくない？この右が、あれ？違うぞ。両方違った。待って、今一瞬見えたけどさ、めっちゃさ、マグマの中に宝箱あったんだけど。ここの右がやばそう。ぐるりと回りいの？この中のどれかが正解ってこと？マジ？待って、キラー大会攻撃力えげちい。やばい。倒さねばならん。こいつらから逃げ切れなかった時めんどくさすぎる。回20ダメージとか食らったんだけど。やば、ベギラマやん。ただ、豆腐のハヤブサの剣一発じゃ倒せないね。いや、よし、これで勝ったな。もうちょっと豆腐が攻撃力高くなってくれれば、リンダと豆腐2人でやれそうなんだけどな。さあ、降りていく。すっごいんだけど、マジでマップが。階段多すぎん？この中のどこかに正解があるのかな？今日中にこの洞窟クリアできるかしら。手強いぞ、マジで手強い。
マグマのダメージが少なくて本当に良かったね、これ。ただ、ここら一帯の階段は違う気がするんだよな。魔除けの鈴、どっか一個が本物でしょ？こうやってみると、右下にありそう、本物が。左上から俺たち降りてきて、ここら辺の階段は全部、なんていうの？全部通じてるはずだから、このマップの通りに。やばい、ちょっと待って。ややこしすぎる、こいつら。やばい、カインが死んじゃう。やろう。ベギラマじゃない。ベホイミ。くそ、逃がしてくんないな。やだな、キラータイガー。攻撃力高いのに逃がしてくんないのやだな。おっと、しかもかわされていく。豆腐の寿命もつきそうだよ。手強いね。結構ガチで手強い、このダンジョン。なんか、マグマのダメージが弱いのはわかるんだけど、弱いとは言っても微妙に食らうのが嫌だよね。さあ、ただ今思ったけど、俺祈りの指輪持ってたわ、そういえば。祈りの指輪で無限に HP 回復できるから、違った、無限に MP 回復できるから壊れるまで。そうやって考えたら勝ちだわ。さあ、ってことで、右下行ってみない？右下なんかない？あ、右上か？右上のこの階段なんだ？ここっぽくない？ここかな？あー、違いそう。あっちの階段はそれはそのままそっくりまたさっきのフロアに降りそう。やっぱ右下かな？どっかにあるはずなんだよな。どっかに上に通じてる、このなんか階段がいっぱいあるところに通じてない階段があるはずなんだよな。さあ、めちゃめちゃいろいろアイテム落としてくれはするんだが、よし。さあ、これどこ降りる？ああ、来た！来ました！スカルナイトやばそうだから初めにやっちゃおう。逃げずにやっちゃおう。なんか逃げきれなかったらやばそう。あ、でも、豆腐とリンダの攻撃で倒せるってことはそんな HP 高くないね。70ぐらいかな？ゴールドオークがマジで硬いんだよな。いいんじゃないですか？いいんじゃないですか？そして、望んでいた道にたどり着いてる気がするよ。ぽいぽいぽい。絶対そうでしょ、これ。やべえ、メタルハンターだ。かっけえ。え、キラーハンターより先にさ、メタルハンターがドラクエには実装されたの？そういうこと、これ。なんか、ドラゴンクエストモンスターズ2とかから入った人間なんですけど、私は。あれだとさ、キラーハンターが結構なんか激アツポジションじゃない？いや、来たー。あー、いきなり襲いかかってきた。やめてくれ、そういうことするのは。先生、堂々と行こう。あー、めっちゃ守備力下げられた。大丈夫かな、これ。負けてたまるか。やったれ。えいや。よし。とりあえず1体まで減らせたく、あ、会心の一撃いいとこで出すね。なんか絶対この先ボスいそうだよね。さすがにちょっと回復してから行くか。さすがにね。MP もまだ余裕あるし。一応豆腐にベホイミ使ってカインのホイミでリンダの HP を回復して。よし、これで行ってみよう。あれ、ちょっと待って。戻ってきちゃったんだけど。え、マジ？あれ？マジで？え、さっきのマップじゃないの？マジかよ。え？完全に罠にはまった。これどうしたらいいんだ？あ、宝箱。マジか。マジですか。マジかよ。やっちまったぜ。
はーん。完全、あ、魔法の鎧、ちょっと待って。魔法の鎧ってさ、あれじゃなかった ?MP 回復するやつじゃなかった ?HP だっけ歩いてんの。何捨てよう。祈りの指輪、ルビスの守り、鉄兜、聖水使っとく?聖水使えなかったね、今。牢屋の鍵、魔除けの鈴。鉄の槍捨てるか。ちなみにさ、魔法の鎧ってさ、水門の鍵付けのかけら、棍棒ステーの、魔法の鎧、呪文のダメージ軽減する。これ誰が装備するのがいいんだろう。魔法の盾、兜。あーはん。待って、どこ行った魔法の鎧、そもそも今誰が持ってんだ。ちょっと待って、魔法の鎧、あ、ちょっと待って、誰か来た。ちょっと待って。ちょっとふるさと納税が届いたわ。失礼しました。で、魔法の鎧は、え、待って、もう装備してる。え、どういうこと。ちょっと待って、わかんない、わかんないよ、ついていけない。え、魔法の鎧でしょ。あ、あるね。あるよ。でもさ、ガイアの鎧より強いなんてことないでしょ、さすがに。作戦装備。ガイアの鎧、魔法の鎧。あ、やっぱそうだよね。ガイアの鎧よりは強くないよね。あー、なるほどな。そっか。あ、ここさっき来たわ。どこ降りたらええやつ、これ。ここら辺は全部あるもんな。これもしかしてもう道すでに間違えてるとか。一回降りてみて、こっちの方、あれでもここも来たよな、確かな。あ、ちょっと違う場所か、これ。なんかもうよくわかんないね。謎すぎる、謎すぎるよ。完全に迷子だよ、俺。完全迷子王子になっちゃったよ。ここ合ってるか。ここもさっき来た気がするな。あ、待って、来てない、来てないよ。すげえ調子こいたこと言ってた今。全然来てなかった。初です、初見です。こんにちは、こんにちは。ビホイミ使ってきます。やべ、よかった、さっき来たよねとか言って戻んなくてよかった、マジで。なんか2体いる。炎の聖堂を汚す不届き者め、悪霊の神々に捧げる生贄にしてやろう。ついにタイトル来た。あれ、なんか二人おらん。二人出てきたが、君らか。君らなのね。君らならそんな怖くないよ。ああ、そういうこと。じゃあ言わずにしとこう。もうすでに戦ったもんね。なんか確かリンダの雷の杖かなんかを手に入れるとき、ちょ待って、お前言わずんで負けんのはやばいて。言わずに負けんのはやばいて。おのれハーゴン様万歳、グフ。イオナズン強すぎん。イオナズン、何このまがまがしい、まがまが邪神の像、まがまがしすぎる、やばいよ。脱出しよう。リレミトかな。やべえやつ、やばかったね今の邪神の像。でテパだっけ、なんか邪神の像あったらどうにかできますみたいに言ってるやついなかった。テパじゃねえな、多分なんか港町っぽいとこ、ベラヌール、ペルポイじゃない、ベラヌールかな。なんかさ、マッチョなお兄さんがさ、あ、ここだったかも
あ、ここな気する、ここだ、ここここ、ちょっと待って、 HP は大丈夫？大丈夫そう、よし。おお、ここまで来られるやつがいたとは。あんたなら左に見える旅の扉へも入っていける。たどり着いた場所がロンダル家へ通じるただ一つの道。俺はこんなことになってしまった。祠の出口を探すことだ。ははん。とりあえず今回じゃあいい時間だからここまでにしよっか。ちょっとね、途中でふるさと納税を受け取りに行ってすいませんでした。なんかうまいことなんか迷路をねくぐり抜けて邪神の像を手に入れられたんで、今回は次はねロンダルキアの洞窟に進んでいきたいと思います。ってことでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。